どうみすい、はるか、私たちはチェゴです。はい、ということで今日は毎日メイクをしていこうと思うんですけど、初のすっぴん公開まで3、2、1、どうぞ。おはようございます。寝起きで撮ってるため声が少しガラガラです。そしてコトレとマホは寝ているので静かに撮っていきたいと思います。私は目がすごい悪いので、まずはこのメガネ代わりのコンタクトをつけていきます。はい、ということでつけられたので今から眉毛を描いていきたいと思います。で、いつも髪を留める時に使ってるのはファンの方からいただいたシナモーくんの髪留めを使ってやっていきます。すごい、私は眉毛がコンプレックスのため使うのはケイトのデザニングアイブロウです。普通にもう形に沿って一番上のところを使ってます。ああ、いかつい。次はアイシャドウを塗っていきます。この3コンセプトアイズのこのカラーなんですけど、ここがなんか欠けてしまってずっとこれ愛用してるんですけど、ここの茶色い部分を取ります。私は目と目の間が近いので離れさせるように、ここの目の下に茶色をこう塗っていきます。こういう感じ。こうすることによってよく見えると聞いたのでこうしております。反対もこの茶色をどん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 取って、はい、こういう感じでやっていきます。はい、でちょっとさ、目の範囲が広がった感じが しますよね。あ、ちなみにうちが今使ってるポーチ、これクレヨンしんちゃん。ちょっとそしたら次まつげを上げていくんですけど、資生堂のビューラーを使ってます。あの資生堂のビューラーマジで上がる。奥までググッとだんだんちょっとずつ上げていく。そしたらメイビリンのラッシュニスタブラックでまつげを上げていきます。こうやって塗る時もあるし、先っちょを使ってこうやって伸ばしていく時も、こうやって伸ばした方がねすごい伸びる気がする。こうやって伸ばすよりかわかんないけど、これは自分のあれです。眉毛でめっちゃ変わると思う。あ、違う、まつげ、まつげ。はい、こんな感じでできたら目の下も塗っていきます。はい、そしたら反対も塗っていきます。はい、そしたら次はこちらのピンクブライト CC クリームを鼻のここを隠します。こうやって丸くして、で、なぜなんかこういう感じでなんか茶色くなっちゃったのかというと、さっき見せられなかったんですけども、この中が欠けちゃってメイクポーチの中で大散乱しちゃって茶色になっております。そしたらノーズシャドウ、はい、なんか魔法曰くね、ここをつなげるとね鼻が長く見えるらしいからね、ここをこうやってやった方がいいなって。あー、すっぺんにゃー、ぼかします。こういう感じでぼかしました。次、ラインを引いていきます。で、さっきも言ったんですけど目と目の間がすごい近いので、こっちにラインを長く引きます。目の際からここから行くよ。なるべく釣り目なんで下の方に、あ、やべ、はい、こんな感じです。でも、はい、次この CODE グロカラー、これを取って涙袋のところにラメを落とします。目の下ここにちょん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 、はい、こういう感じで。反対も、あ、やべ。そしたら次リップ、リップはこのモアリップを塗ります。
これは寝ることによって乾燥とか防げるので。なんか私めっちゃ肌弱くて、よく秋から冬になる時とかここにいつも切れちゃうので口が。でもこれにしたから全然切れなくなったし、ちゃんと保湿もされるから超おすすめです。で、昨日からハマってるこちらのエチュードハウスのカラフルタトゥーティントリップカラー RD302 番をつけていきます。これはもうガガッと、あのまつげをもう一度上げるんですけど、今やったら多分乾いてなくてビューラーにまつげがくっついちゃうから、ちょっと乾かすために今からヘアセットをしていきたいと思います。はい、ということで髪の毛がセットできたので、あとピアスとネックレスをつけたので最後のまつげを上げる工程で終わりです。はい、ということでこれで毎日メイク完成しました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタンと高評価よろしくお願いします。そしてなんかはるかに似合いそうなあのメイクがある場合は教えてほしいです。ということで以上チェコでした。バイバーイ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。初の毎日メイク、とても緊張したんですけど頑張って撮影しました。明日は琴音の毎日メイクになるので皆さん楽しみに待っててください。それではまた明日の動画で琴音にお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。